スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、And all music. Brand Promise. Brand Promise. 株式会社 DDR のブランディングプロデューサーアンドリュージです。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールサンでブランディングプロデューサーを務めるアンドリュージが実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。急激な新型コロナウイルスの感染拡大を受けて思っていた以上に様々な業種への影響が出始めています。もし困った時は一人で悩まず社員さんや仕事仲間などに相談すれば必ず解決のヒントが見つかると思いますので一緒に頑張っていきましょう。ということでアンドリュージがお送りする今回のブランドプロミス、番組前半では僕がこの1ヶ月で漢字を行ったブランディングのトピックスを紹介していきます。そして番組後半では地域を元気にするゲストをお迎えして会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます。74回目のゲストは名古屋市中村区で1954年から中華料理のお店を経営、現在は名古屋駅を中心に4店舗、愛知県岐阜県で7店舗の担々麺の専門店シャンツーダンダン麺を運営する有限会社名優の中島光兼さんを迎えしてその熱い思いに迫ります。ぜひブランディングのヒントにしてください。安藤隆二のブランドプロミス。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び、安藤隆二のブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス、この番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さてここ最近1ヶ月はですね、さすがに僕もちょっとこの出歩くというか全国を奔走するということができないでいますね。これ当たり前ですね。お家でいよう、ステイホームということで、僕自身もね、昨年からちょっと会社の携帯いろいろ変えたりしたんで、自宅の1階にも自分の事務所があるんで、そこでいることもちょっと多くなったりしています。そんなところで逆に言うと、キーワードがね、こう巣ごもりとか在宅だとか、そういったところのキーワードから必要なものとか必要な商品、そういったものはこんなものが売れないっていう中でも売れていくものであったりすると思うんで、そういったところにこうビジネスチャンスを見つけて発信していくっていうのも重要なことなのかと思います。そしてまあこのねコロナ実際1月の末ぐらいからこう言い出して2月3月4月そして今5月ですからね、まだまだちょっと続きそうな気配もあります。ですからそういった中で耐えて忍ぶことも大事なんですが、このコロナがアフターコロナになった時にですね、今やってることを一つも新しいビジネスとして展開していく、世の中が変わるんだってそんな風にして考えていくことも必要なんじゃないかと思います。僕もトルネードブランディングっていうね勉強会軒並み今できなくなってます。講演もなくなりました。でも悲観してないんです。そこでなくなってもちろん経営的にはね経営者として僕もやってますから大変な思いもしてるんですが、借り入れもしっかりして何がやれるかっていうことを考えて、オンラインっていうことも必要だということで今オンラインのね立ち上げで Zoom でこの頃は講演をさせていただいたりだとか、 Zoom を使って今トルネードの勉強会を開催がいろんな地域から今お声掛けをいただいてやり始めてます。そうなんです。こんな時こそインプットって重要ですから、新しいことをね社員さんと一緒に時間があるからできることでもあるかと思いますから、みんなで考えてね何か生み出そうということでやっていくといいんじゃないかと思います。ですからそういったところで僕は今度石川県でねそういったオンラインの勉強会や講演なんかもやったんですが、こういった日が全国で広がっていくんではないかということで、それに対応した設備やその技術、そういったものを今習得しようということで頑張ってやってます。本当にこうつながっていくものはつながっていきますからね、
YouTube なんかも昨年からやってきて、今非常に見られている数が増えていますし、登録数が増えていっています。やっぱこういった時だからこそ、そういったデジタルなものに注目がされるんじゃないかと思います。ですから、まあこれもやり続けることや、コンテンツを、実際にあったコンテンツを発信し続けるってことが大事かと思いますから、やれないんじゃなくて、やってないだけなんだよっていう、僕は日頃から言ってますが、思ったことはもうチャレンジしてみる、そしてそれを形にするために何ができるんだっていうことを、一人じゃなくて社員や仲間の経営者ともにやってみることが重要かと思いますから、ぜひそんなことも考えてやってみてください。そんな僕の日々の活動は、 YouTube を始めて Facebook、Instagram、 いろんなところで発信してます。そちらもチェックしてみてください。さあ、この後はお知らせを挟んで、地域を元気にするゲストをスタジオにお迎えいたします。安藤隆二のブランドプロミス。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定、トラック買取センター、アートフレンドオート。希少車、軽装甲車、カスタム車、仮装もしっかりプラス査定、高額買取手続き無料、自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。トラック買取センター、アートフレンドオート。安藤隆二のブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さて、ここからは地域を元気にするゲストをお迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ、74回目のゲストは、名古屋市中村区で1954年から中華料理の店を経営、現在は名古屋駅を中心に4店舗、愛知岐阜で合計7店舗の担々麺の専門店、シャンツーダンダン麺を運営する有限会社名優の中島光兼さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中島さんと僕の出会いは、紹介されたんだよね。はい、そうですね、うちの会社の税理士の先生から紹介していただきまして、もともと私 JC をやってまして、青年会議所、はい、青年会議所で何度かお名前はお伺いしてましてそこの中で大久保先生から、税理士の先生から、はい、すごくいい方がいますよというお話を受けまして、ああ知ってます知ってますっていう話でありがたいです、はい、そうでしたね。ちょっとユニークなね、積極的で面白い感覚のね、なんか税理士という枠だけにはとらわれずに、結構おせっかいで中小企業の味方っていうね、そうですね、そういう先生ですよね。税理士の先生っぽくないですねでもそんな大久保さんがご縁で、僕はね、中島さんで今いろんなお仕事もさせていただいてるんですが、中島さん4代目なんですね。はい、そうですね、4代目で10年ぐらい社長はやらさせていただいてるんですが、今39なので、はい、30手前ぐらいからやらさせていただいてます。もともとは家業なんですよね。そうすると、そうですね、いろんなことをずっとやってまして、うんうん、そのパチンコ屋さんだったりとか、あ、そうなんですか、はい、カラオケ屋さんだったりとか、はい、いろんなお店をやってたんですが、ずっと残って、はい、やってるのが中華料理屋だけはずっと残ってまして、もともとご実家とかベースのところっていうのは名古屋駅の本当付近のところですね。中村区、中村区の佐向っていうところで、まあ、名古屋で下町的なちょっと雰囲気の ね、はい、じゃあそこでまあ飲食やったり遊戯場やったりだとか、はい、いろんなことやられてて、そしたらまあ中華料理屋はずっと続いてるという。そうですね、はい、まあでも若くしてこの社長になったきっかけみたいな、お家継ごうと思ってたんですか。それは父は継がなくていいっていう話だったんです、うん、はい、でも祖父がずっと継げ継げっていう話だったんですけど、はい、本当に父母はもう仕事でずっとちっちゃい時から家にいなくて、うん、で、うん、おじいちゃんには継げよ、お前が継ぎだぞっていうのはずっとコンコンと言われ続け嫌いじゃなかったので、もう本当に目の前に中華料理屋さんがおぎゃーって生まれた時からあったので、もともとは料理人になりたいと思いまして。そうなんですか、はい、で、まあ、ゆくゆくは父も継がなくていいっていうことなので、うん、その自分でお店をやって、最終的にはなんか一緒に会社をすればいいのかなとかっていうのを思ってたんですが、気がつけば父がちょっと病気になっちゃいまして。そうなんですか、はい、その前にその新しいお店をやるからちょっと手伝ってほしいって言われまして、もともと神戸と大阪で修行を、はい、もともとはどういうレストランで修行しちゃったんですか。もともとは料理人になるつもりだったので、うんうん、料理の専門学校2年間行きまして、大阪の、はい、そこから都ホテルさん
の厨房でやってまして、洋食中華で、あ、中華で、はい、でそこからホテルじゃないところを勉強したくてですね、うん、神戸の高級中華料理屋さんみたいなところで修行させていただいて、そしたらですね、そこが香港のコックさんしか9割方雇わないところ、はい、本格的なところだそうなんです、うん、神戸の中華街とかあるところですか、ね、あ、でも中華街にはないんですけど、その北野っていうところにあったので、そこで働かせてもらうっていう飛び込みで働かせてくださいっていう、そしたらホールからだったらいいよっていう、はい、話でホールをやらさせてもらったら、はい、結構そこの店長がすごくパワフルな方で、うん、でいろいろ教えてもらう中でホールの楽しさとか、うん、あとそこの社長さんの経営の楽しさとか、はい、マネージングの楽しさとかそういうのを教えてもらいまして、はい、である時厨房空いたから入るかって言われたんですが、もう楽しくてしょうがなかったんですその時にこのままやらさせていただきますっていう形で、サービスの楽しみに目覚めたわけですね。でもそうすると、まあ、逆に言うといい修行、コックさんとしてもちろん学校もそういったところですから、調理人としてのその腕も磨き、人気店でのホスピタリティというかね、どうお客様に接するかっていったところはそういったところで学んだわけですか、経営と。そうですね、はい、今役立ってますね。素晴らしい。そんな中で、まあ、お家というかですね、名優というね、この会社さんは1954年に名古屋の中村区でもともと中華料理屋さんがスタートということなんですか。そうですね、もう本当にずっといろんなジャンルの中華料理をいろんな料理長でやっていたんですが、うん、はい、まあ、私が入る時も新しい中華料理屋をやるからちょっと手伝ってほしいという父から言われまして、3年ぐらいだったらいいよっていう話で戻ったんです。そしたら父が病気になっちゃいまして、誰がじゃあ次継ぐんだっていう話になりまして、それでまあ私がじゃあやりますという形でやらさせてもらったんですが、3年前までは中華料理屋さんがあったんですね。でそこの中でその中華料理屋さんの名物料理の担々麺というのがありまして、はい、そこでお客様が結構いたんですが、エスカーで今でも店舗あるんですが、うん、名古屋駅 の、 あの併設してるというかね、はい、それこそ名古屋飯 の、 この激戦区ですね。そうですね、地下街のエスカーという地下街があるんですが、はい、そこの方がですね、うちの担々麺でお店を作ったらどうだという話をいただきまして、エスカーさんの方から。そうですね、素晴らしい、はい、うん、でもその頃はもう担々麺っていうもの自体がもう15年前ぐらいなので、うん、はい、知名度がなかったんですね。あ、知らないんだね、町の方がね、はい、そうですね、はい、なんでこんな辛いのとか辛いものなのでね、今でこそ当たり前のね。そうですね、はい、なんですけど、まあ、その頃からやってまして、そこから火がつきまして、で店舗展開させてもらったっていう形ですね。あ、じゃあ、まあ、昔からある中華料理屋さんの名物料理を気に入った商業施設の方が、まあ、それこそね、エスカといったら今でこそもう本当に名古屋の名店が群雄割拠するね、あの名店街ですからね、すごいですね、そこにこう入られて。でも私たちが入る頃は、うん、はい、昔の駅西のイメージ、ーすごいもう暗いイメージで、はい、もう汚くて暗いみたいなところから。そうかそうか、はい、今はね観光のね一つの名所になったけど、はい、その頃はちょっと寂しいところだったわけですか。でもそういったところから始まったシャンツー担々麺、今は担々麺だけで年間を通していろんなね種類の担々麺麺が出たり、さっき言ったね辛いっていうのでもうファンがやっぱしっかりとついてリピーターが 90% っていう、そういった担々麺を作られているということで、このシャンツーダンダン麺、これが店舗名なんですが、これの担々麺のこのこだわりっていうものはどんなものがあるんですか。そうですね、本当にこだわりを言い出したらキリがないぐらいなんですが、はい、代表的なのが3つありまして、はい、まず麺ですね、皇帝麺っていうブランド名つけまして、自社でオリジナルのものを製麺所さんに作っていただいてるんですが、本当に担々麺に合うようにうち汁ありと汁なしとあるんですが、そこも麺の種類を変えまして、スープに合うような麺は極細の汁がある方ですね。そうですね、で汁のない方は平打ちのちょっともちっとした麺になるんですが、両方とも卵いっぱい入れて発酵させて、発
酵だけでも1週間かかるような麺なんですが、それによってコシが出たりとかもちっとした食感が出たりとか、はい、っていうのが特徴的な麺です。僕なんかもね、以前中国ちょっと回ったりしてると、結構香港とか広州とか南の方行くとちょっとこういう麺、そうですね、あるよね、はい、本当に香港の麺を参考にさせていただきました。あ、そうですか、はい、日本ではね、うわこの麺うまいなと思ってもあんまりね違うもん ね、 そうですね、なんか麺の配合が違うのか僕もよく分からないけど、 そ、 う、ね、そういったところがやっぱ違うわけだ。そうですね、卵もちょっとポイントなんですね。そうですね、卵もポイントですね、うん、そして今一つ麺があって、あと二つ、はい、ラー油が五香ラー油って言いまして、はい、うん、これが本当にリピートのお客様が多い理由の一つもあるんですが、うんうんうん、すごい病みつきになるというか、スパイスがすごく種類入ってまして、はい、これも作るのに1週間ぐらい寝かせてスパイスの香りをラー油に溶け込ませるんですね、うん、ラー油は何、普通ラー油屋さんというか中華食材屋さんから買うような気がするんだけど、作ってるのこれ、うん、各店各店作ってますので、はいはい、なんでもう実際お客様からもお話いただいたりとかするんですが、はい、ちょっと各店味が違うよねって言われちゃったりとかもするんですけどお店で作ってるんだそうなんです、まあ、そこはこだわりを持って、はいはい、まあ、ちょっとぐらい味は違うんですが、うん、もうやっぱりレベルが高いところで違うっていう話なので、うんうん、素晴らしいね、オリジナルのラー油ということですね。そうするとこれはね、そうですね、はいはい、そして麺、ラー油、もう一個ごまですね。ほう、あの、はい、担々麺といえば、はい、ごまですね。これもブランドがありまして、うん、吟醸ごまといいまして、はい、これがですねなかなか取り扱っているところがないんですが、うん、なぜ吟醸っていうかと言いますと、うんうん、あの日本酒の吟醸ですね、はい、お米を削って中の部分だけ使うっていう、はいはい、うちのごまも一緒でですね、はい、周りのところを削りまして中の甘いところそこだけを使うようにしてます。これはお金かかってそうですね。なかなか本来だったら食べれるところを、はい、削ってますので ね、別にごまって普通にね、はい、いってあるやつをね、あのザラザラしながらやってますもんね普通にね、はい、そうです。あ、そうですか、はい、その3つ、ごまとね、あとラー油、辛みと、そして麺にもこだわっていたこのオリジナルのねものなんですが、まあ、実際今そういった担々麺が1軒目がエスカからできて、だんだんこうそれが広がっていって、名駅、あとは栄と岐阜にもあるんですね。そうですね、うん、栄、岐阜、あと赤池にもあります。そうすると立地的には今あるのは名古屋地下街が多いですから、地下街の中の路面店というか、はい、そうですね、はい、ところと、赤池なんかは、赤池はプライムツリーというところにフードコートで、はいはい、出させていただいてまして、これも面白い話で、はい、うちの常連様というか、その東京から出張で名古屋に来るときには必ず食べてる、うん、来るお客様がいまして、うん、そのお客様がイトーヨーカドーの社長の息子さんだったんですね、はい、その当時の、すごいね今ちょっと違うんですが、はいはい、その方がうちの担々麺が好きで、本当にオープン3年前ぐらいに突然アポがありまして、はい、それでお話を聞いてたら、今度3年後に赤池にショッピングモールを作るからぜひ出てもらえませんかっていうお話いただきまして、すごいね、はい、ありがたいですね、はい、まあ、間違いなくお金持ってる方ですから世界をね、多分ね、いろんな美味しいもの食べて、そうですね、名古屋で見つけちゃったんだね多分ね本物の味をね、はい、そういった舌の肥えた方もうならせるということで、まあ、お店も今できて、新しいお店が実はこのキンキンできたということで、いつできたんでしたっけ。3月の18はいね、まあ、今コロナ旋風が強行の中、はい、もう大変な時期にオープンしてしまいましたが、はいはい、場所はちょっと説明しづらいんですが、うんうんうん、あの七ちゃん人形の、うん、名古屋といえばね、はい、の足元の地下らへんなんですが、はいはい、山田電機さんとか、うんうんうん、名鉄百貨店さんがあるようなところの地下ですね、うん、そうすると名古屋駅は今のこの名鉄の地下とど真ん中のユニモールという地下街にも1軒あって、はいはい、エスカにも1軒あって、はい、あと地上に1軒、笹島のところに、はい、うん、それが4軒ということなんですね。そうですね、素晴らしい。そういった格好でこう新しいお店もできながら新たなことにこうチャレンジしていく中で、また今こういったねコロナということで外に出れないとか、とはいえどね、あのラーメン屋さんたちはこう日頃のね頑張って働く人たちを支えてね、昼ご飯としてランチ、あと夜はね持ち帰りっていうのもあるかと思うんですけど、今は本当にこう通販のブランドがちょっとブレイクしてるっていうことで、そのちょっと話をしたいなと思うんですが、通販はどんな商品なんですかね。
そうですね、汁あり担々麺と汁なし担々麺となんですが、うん、基本はそれプラスアルファ大根餅とか、はい、餃子っていうのを今後出す予定にしてます。あ、これはもう通販でね、はい、そうですね、はいはい、この通販もある意味こうお店の味が家で食べれるようなスタイルで、こう既製品というよりは用冷蔵の本当お店で出してるのとそう変わらないってなんか変なんだけど、そうなんです、そこはもうすごくこだわりまして、もともとこれ10年前ぐらいにですね、はい、東京のお客様が、はい、東京に店を出してほしいって、あ、はいはい、言われてまして、名古屋出張した時に欲しいから、はいはい、うん、もうなかなかそれ難しくて、うん、だったらなんかお持ち帰りやってよっていうことを言っていただいてやったんですが、うん、なかなか工場さんとかに頼むと、ね、なかなか同じものができなくてですね、もう本当に作るのに1年以上もかかったものなんですが、はい、通販にも役立ちまして、へ、はい、もうお店の味そのままっていうのをキーワードに、へー、はい、ちょっとやらさせていただいてます。近頃は結構有名な方が本の中で美味しいよって取り上げてたということが出たんだって、ね、びっくりしたんですが、知らなかったらしいね、はい、またその書かれたことも、はい、どんな人が、うちの通販の口コミの中にですね、うん、はい、マイクロソフトの元社長さんのナルケさんっていう方がコスパ飯という本を出されてるんですね、はい、でそこの中に、はい、御社の商品が書いてありましたと、はい、それで購入させていただきました、美味しいですありがとうございますみたいな、あ、お客様からのそういった、はい、持ち込みが来たわけだ、はいはいはい、ありまして、うん、でなんだなんだと、うん、でそこから取り寄せましてその本を、うん、はい、そしたら本当に書いてありまして、で実際なるけさんを履歴で見ると、はい、すごい頻度で買っていただいてまして、そうなんだ大好きなんだね、ほいじゃあみたいで、その方もまあ、ね、さっきのヨカドの話じゃないですけど本物の方ですから、そうです、ね、本物の違いの分かる男でしょうからね、そうですね、嬉しいですね、すごいね、そういった方が、うん、コロナが来たからとかではなくて、やっぱりこう家食お家で楽しむとか、やっぱり外食ができなくてストレスが溜まってる方たちが通販で来たものがね、通販早漏ではなくてやっぱお店の味が味わえるっていうところがお客様満足につながってくるんではないかと思うんですけど、やっぱそういった意味では通販はいい感じで好調にいってますか今。はい、今までの6倍ぐらいの、うん、あ、そうですか、はい、素晴らしい売り上げをあります、本当にお客様を見てますと、うん、今までうちの実店舗の方に来ていただいてたお客様っていう方が多いように見受けられます、うん、はい、ファンの方がこういった時期、まあ、それこそ店舗に行くことはできないんだけど、こう味を味わいたい、まあ、お店が本当支えたいという気持ちもあるんでしょうね。そうですね、嬉しいです。こういった時期にしっかりそういった準備を整えられてね、発信をして、やっぱりお客様を裏切らない味があれば買っていただけるし、口コミをしていただけるということで、やっぱそういった通販もその本物をどう届けるかというキーワードになるんじゃないかと思うんですが、今後なんですが、今いろんなブランディングをしていく中で、食を旅するトラベルキッチンというテーマを作って、今後ねコロナがこれ収束されてから本格的に動き出すのもあるかと思うんですが、どういったことをちょっと考えていきたいなと思っているんですかね、この辺が。まずこのテーマにしたのがですね、はい、うん、私すごく香港とか、うん、はい、中国が好きだったりするんですが、うんうん、そこの味が名古屋で食べれないかっていうのをずっと模索してきまして、はい、で担々麺屋なんですけど、まあ、言ってみればラーメン屋さんなんですけど、うん、本格的なものを出したいっていうものがあったんですが、そことリンクしまして、はい、名古屋にいながら香港の味が食べれるとか、中国の味が楽しめるというのが実現できないかという形でずっとやってきまして、うん、うちの総料理長も中国の方を招聘して作っていただいてたりするんですが、うん、なかなかラーメン屋さんでそこまでやってるお店はないと思うんですが、うん、この中で毎月いろんな担々麺を出してまして、うん、先ほど安藤さんからもおっしゃっていただいたんですが、うち担々麺が20種類以上ありまして、毎月毎月テーマを持って担々麺の種類を考えてやってまして、その中にいろんな世界を旅するというか、はい、カレー味の担々麺、そうですね、インドだね、そしたら、そうですね、そういうものであったりとか、あとはまあ実際にコロナになる前なんですが、中国の重慶に行きまして、そこでしか手に入らない山椒を買ってきまして、ピリッとする、その山椒を使った担々麺でしたりとか、これはマーラーだね、そうですね、
そういうものでお客様に楽しんでいただきたいと。僕もちょくちょく店舗に行って、がっつりラーメン屋っていうとね、男性しか入ってなかったり、一人で、まあ、女性がなかなか入りにくいっていうところ多い中で、女性の一人っていうのは結構多いもんね。はい、そうですね。そこは私の前、先代の父の時からそういうイメージでお店作りをさせてもらったんですが、うん、特に最近ですね、食で旅するトラベルキッチンっていうところにもハマりだして、うんうん、やっぱり女性の方って辛いもの好きだったり、はい、旅行が好きだったりしますので、うんはい、その中でうちの担々麺がニーズに合ってきたのかなと思ってます。この間もなんか僕もこう女性一人と男性さんに、まあ、お仕事の仲間がね、コロナの前にねちょっと行った時に4人でご飯食べてる姿を見た時に、女性の方が食べ方の説明とかね、お店の方のようにしてたんですね。あの姿を見てると本当にこう本物が好きで海外を回ったような、ちょっとねそういったものが好きな方たちがこう口コミをしてくれる、そういうお店と商品なんだなと思いました。そんなところで最後にね、まあ、今いろんな大変なことがあるんですが、それを乗り切っていろんなことにチャレンジしていく中島さんとしては、今後どんなことをやってみたいなっていうのはあったりするんですか？そうですね、本当に2年前ぐらいからもう社内では言い続けてるんですが、うん、東京出店というところを目指して社員と一緒に頑張っているところです。東京出店もね、今後チャレンジできるということで、はい、本当にワクワクする話でございました。また通販もね、ネットでオンラインショップで買えるということですね。この汁あり担々麺の汁ありとなしの2つ4つのセットですね。これおいくらぐらいなんですか？今ネットで4食で3000円で、これ4食で3000円だったらね、ちょっとお値打ちな感じもしますし、そうですね、はい、本物のご家庭でね楽しめるということでした。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、安藤理事のブランドプロミス74回目のゲストは有限会社名優の中島光兼さんでした。安藤理事のブランドプロミス、ブランドプロミス。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。さあ、安藤隆二のブランドプロミス74回目のオンエアはいかがだったでしょうか？いやね、本当にね、名古屋に来たら一回食べてもらいたいなと思うんですね。いや、僕も以前から実はファンで食べていたんですが、この頃お仕事もねお手伝いさせていただいて、ああ美味しい味っていうかね、こう本物の味の秘密って、そういう社長さんのねこだわりから生まれてるんだなっていうのはひしひし感じています。そしてこういった時期にでもね、中島社長本当にこう明るく元気にいつも笑顔を絶やさず仕事をされてます。仲間のね職人さんたちとも本当にこうコミュニケーションを取りながら、こういった時期こそ勉強して新しいことにチャレンジするんだっていう気持ちを忘れていません。通販も今非常にね、やっぱ本物を提供していくってことはすごく重要なキーワードだし、今プチラグジュアリー、ちょっとした贅沢をっていうのもこの在宅の中では一つのキーワードになってるんじゃないかと思います。通販だからちょっとお店よりも味が落ちてしょうがないかなとか、そういったことじゃないんですよ。ですから価格ではなくてね、価値をどうやってお客様に届けて本物を届けるかっていうところに中小企業ができることもあるかと思いますし、ニーズもあるかと思いますんで、ぜひね皆さんもそういったものをですね真似てやれることからやってみてください。さて、僕安藤理事が実践で使った中小企業でもできるブランディング術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。それではここまでの相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二、ブランドプロミス、ブランドプロミス。